皆さんこんにちは。今回も各学級のユニットを比較し、最強の学級を徹底考察していきたいと思います。この動画は中編です。前編の動画を見ていない方はぜひそちらを先にご視聴よろしくお願いします。比較項目やルール等は前編で説明しているので省略します。それではやっていきましょう。さあ、はじめに優等生の3人、ペトラ、イングリッド、レオニーの比較です。その名の通り3人とも非常に優秀なユニットであり、様々な運用方法が考えられると思います。僕がよく目指すクラスはペトラがドラゴンマスター、イングリッドがファルコンナイト、レオニーがボーナイトです。皆さんのおすすめの運用方法も教えてくださると嬉しいです。まずは成長率、個人スキル、紋章です。3人とも速さの成長率が非常に高いですね。ペトラはレオニーと成長率が似ており、 HP、魔力、幸運はペトラ、技、守備、魅力はレオニーの方が高いです。前線に出て戦うユニットなので、守備が高いレオニーに分があると思います。ペトラの個人スキルの狩りの掟は、敵の HP が 50% 以下の時、必殺プラス20されるものです。敵の HP が 50% 以下という状況は、大体必殺が出なくても倒せることが多いので、通常の敵にはあまり恩恵は受けられないと思います。魔獣との戦闘の際はかなり有用です。レオニーの個人スキルの負けず嫌いは、男性の味方と隣接中、与えるダメージプラス2、受けるダメージマイナス2されるものです。発動条件が緩く、戦略に組み込みやすいのが高評価です。イングリッドは他の2人より魔防魅力が高いのが高評価です。合計の成長率も3人の中で一番高いです。しかし力と技の成長率が低めであり、攻撃性能は控えめです。個人スキルの女騎士は計略の威力プラス3、命中プラス5されるものです。一見地味ですが、条件なしで計略召使に常に適用されるため非常に強力です。ラフネルの召喚章は戦技使用時に稀に威力が上昇します。火力の低いイングリッドは戦技を使うことが多いので、かなり有用な紋章です。これらの観点から判断が非常に難しいですが、ペトラとレオニーを比べた時に守備の成長率が高いレオニーの方が優れていると判断し、レオニーとイングリッドの成長率はどちらも一長一短であると思うので、レオニー、イングリッドに1ポイント、ペトラに0ポイントとします。続いて技能習得スキルです。ペトラは斧、弓が得意なため、ブリガントのマスタースキルである鬼神の一撃、アーチャーのマスタースキルである命中プラス20が習得しやすいのが高評価です。飛行も得意なのでドラマスに向いているユニットでもあります。また剣も得意なのでアサシン、もしくは回避壁としても運用できます。しかし習得戦技が全体的にイマイチであり、標準戦技のスマッシュや曲者を使うことが多いです。まあ標準戦技が使いやすくて有用なのであまり気にならないと思います。イングリッドは苦手技能がないため様々な運用ができると思います。得意技能からやはりファルコンナイトに適性があると言えます。ペトラと同じく剣、飛行が得意なので回避壁としても運用できます。戦技の魔人と表層はイングリッドの魔力がそこそこ高いため十分強力です。一応習得魔法も有用なものが多いですが、素直に物理職として運用した方がいいと思います。レオニーもイングリッドと同様、苦手技能がないため様々な運用ができると思います。ただし魔力の成長率が高くないので魔法系はやめた方がいいと思います。得意技能からボーナイトに適性があると言えます。他にも飛行を伸ばしてドラマスやファルコンを目指すのも強力です。戦技の近距離連射は射程1で2回攻撃と非常に攻撃性能が高いです。これをボーナイトや飛行職で運用すると攻撃後最高度で逃げられるのがかなり有用です。これらの観点からこれまた判断が非常に難しいのですが、苦手技能がなく近距離連射が非常に強力なレオニーを1位、斧、弓が得意でマスタースキルが習得しやすく飛行職や回避壁として運用できるペトラを2位、弱い部分はないですが突出して強力な観点がないイングリッドを3位としました。最後に騎士団、英雄の遺産です。ペトラの騎士団はベルナデッタとの外伝で入手できるブリギット両兵です。とにかく回避の補正値が高く、
回避壁として運用するなら非常に有用な騎士団です。攻撃も必殺もそこそこ上がるのも高評価です。イングリッドの騎士団はドロテアとの外伝で入手できるガラテア天魔隊です。攻撃と対魔が大きく補正されマイナス補正がないのが高評価です。英雄の遺産ルーンは攻撃性能が低いイングリッドにとって非常に有用であり、戦技の深淵は速さに応じて威力が上がるのでイングリッドと相性抜群です。レオニーの騎士団はリンハルトと外伝で入手できるサウィン村自警です。命中回避が補正されますが他の補正がいまいちであり、他に命中回避が補正される強力な騎士団も多いです。しかしこの騎士団は指揮レベル C で配備できるのが高評価です。神聖武器であり高威力の月ざるものも外伝報酬で入手できます。これらの観点から騎士団英雄の遺産ともに強力なイングリッドを1位、回避の補正値が非常に高い騎士団であるペトラを2位、補正値が若干物足りないレオニーを3位としました。結果として3ポイントがイングリッドとレオニー、2ポイントがペトラとなりました。ここでどちらを1位にするかですが、個人的に成長率もバランスが良く苦手技能もなし、低めの火力をルーンで補えるイングリッドの評価が高いので今回はイングリッドを1位とします。他2人も間違いなく強力なユニットだと思います。続いて回復役の3人、リンハルト、メルセデス、マリアンヌです。3人とも回復要員としての性能が高いのでビショップもしくはグレモリーを目指すと思います。ホーリーナイトは白魔法使用回数および回復量も増えないため微妙だと思います。まず成長率、個人スキル、紋章です。リンハルトは力、幸運、守備の成長率が他の2人に比べて優れていますが、なんといっても魅力の成長率が非常に低いです。個人スキルの居眠りは行動せずに待機すると最大 HP の 10% 分回復します。回復量が乏しく普通に傷薬等を使えばいいと思います。セスリンの消紋書はたまに回復魔法の回復量が上がるというものであり、発動すればライブやリブローであってもかなりの回復量になります。メルセデスとマリアンヌの成長率はかなり似ており、守備の成長率が若干メルセデスの方が高いです。メルセデスの個人スキルの奉仕の喜びは回復魔法使用時自分も同じ量回復するというものであり、自身を回復できないという回復役のデメリットを解決してくれるスキルです。ラミーヌの消紋章は回復魔法使用時稀に回数消費なしになるというものであり、リブローやリザーブで発動するとかなり有用です。マリアンヌの個人スキルの動物愛は牙、飛行と隣接中最大 HP の 20% 回復するというものであり、回復量は多いものの条件が厳しく扱いづらいスキルです。獣の消紋章は武器攻撃時稀に威力が上がるものであり、回復がメインのマリアンヌではあまり恩恵が受けられないと思います。これらの観点から個人スキル、紋章が回復役向きのメルセデスを1位、若干守備の成長率が高く紋章が強力なリンハルトを2位、個人スキル、紋章ともにあまり恩恵が受けられないマリアンヌを3位としました。続いて技能、習得スキルです。リンハルトは理学、信仰が得意であり魔法職としては文句なしです。しかし男性なのでグレモリーになれないのは注意です。習得魔法もリブロー、レスト、ワープと有用なものが多いです。メルセデスも理学、信仰が得意であり才能開花で弓が得意になりますが、あまり弓を使う場面はないと思います。女性なのでグレモリーになれますが、回復量が多いビショップとどちらがいいかは悩みます。習得魔法はリブロー、レスト、リザーブとかなり有用です。マリアンヌは剣術が得意でありトリックスターを経由するのも面白そうです。才能開花で槍が得意になり表層を習得しますが、ホーリーナイトが微妙なのでうまく使うのは難しいです。また飛行が得意なので回避壁としても運用できます。習得魔法はリブロー、サイレス、オーラです。サイレスは魔導砲台や遠距離魔法持ちにかけたいですね。これらの観点から単純な回復役としてだけではなく様々な運用が可能なマリアンヌを1位、メルセデス、リンハルトは順位付けが難しいので今回は両方2位とします。
最後に騎士団英雄の遺産です。リンハルトの騎士団はレオニーとの外伝で入手できるヘブリング祈祷兵です。魔鋼と大麻が大きく上がり、計略の祝福付与も使いようによっては強力です。メルセデスの騎士団はカスパルトの外伝で入手できる聖教会義勇団です。魔鋼と大麻が上がりますが、補正値がかなり微妙です。英雄の遺産であるラファエルの宝珠は特攻必殺を無効化し、紋章一時稀にダメージ半減する非常に優秀な装備品です。マリアンヌの騎士団はエドマンド辺境兵です。命中の補正が全騎士団中最大であり、攻撃もかなり上がります。防御関連は上がらないので、ぜひ弓兵に配備させたいですね。英雄の遺産のブルドガングの戦技ジューガは牙竜に特攻ですが、マリアンヌが前線に出て戦うことはあまりないと思うので、そこまで恩恵を受けられないと思います。これらの観点からラファエルの宝珠の性能が強すぎるメルセデスを1位、騎士団の命中補正が凄まじく英雄の遺産持ちのマリアンヌを2位、弱くはないのですが他2人と比べてしまうとどうしても劣ってしまうリンハルトを3位としました。結果として1位が5ポイントのメルセデス、2位が3ポイントのマリアンヌ、3位は2ポイントのリンハルトとなりました。3位のリンハルトもワープが有用なので十分強力だと思います。リンハルトは DLC でも大活躍ですね。続いて訓練大好きの3人、カスパル、フェリクス、ラファエルです。格闘が得意で攻撃性能が高い3人ですね。まずは成長率、個人スキル、紋章です。カスパルは力、技、速さの成長率がどれも高めですが、守備、魔防、魅力は低めです。そしてフェリクスに勝っている成長率が HP のみと悲しいです。個人スキルの喧嘩好きは隣接する敵の回避をマイナス10するものです。ルナティックではこちらの命中が安定しないので敵の回避を下げるのはめちゃくちゃ有用です。フェリクスは力、速さの成長率が 55% と非常に高く、攻撃性能が凄まじいです。しかしカスパルと同様、防御性能に不安が残ります。個人スキルの一匹狼は騎士団がいないとき与えるダメージがプラス5されます。騎士団を配備するメリットの方が多いため微妙なスキルです。フラルダリウスの紋章は武器攻撃時威力が上がるというものであり、発動率がかなり高く攻撃性能がさらに高くなるので非常に強力です。ラファエルは他2人より HP 守備の成長率が高い反面、速さの成長率がかなり低いです。かといって守備の成長率も圧倒的というわけでもなく、魔防魅力の成長率もかなり低めです。個人スキルの拾い食いは幸運の確率で最大 HP の 10% 分回復します。ラファエル自体幸運がそこまで高くなく、回復量もいまいちなのでかなり微妙なスキルです。これらの観点から成長率、紋章により攻撃性能が高いフェリクスを1位、個人スキルが非常に優秀なカスパルを2位、成長率、個人スキルともにいまいちなラファエルを3位とします。次に技能、習得スキルです。カスパルは斧、格闘が得意なためウォーマスターに適性があります。弓が苦手で命中プラス20のスキルが習得しづらいですが、個人スキルによりそこまで命中には困らないと思います。しかしルナティックでは指揮が苦手なのが非常に厳しいです。意識的に鍛えないといつまで経っても強力な騎士団を配備できないです。戦技の剛剣は必殺率が高くかなり強力です。フェリクスは様々な運用方法が考えられますが、個人的にはスナイパーでの運用がおすすめです。高い力からのハンターボレーは文句なしに強力です。カスパルと同様、指揮が苦手なのが厳しいです。才能開花で理学が得意になりますが、習得魔法もそこまでであり、エピタフも微妙なので鍛える必要はないと思います。ラファエルはウォーマスターの他に斧、銃装が得意なことからフォートレスに適性があります。どちらの運用がいいかは悩ましいですが、個人的にはやはり最終的にウォーマスターにするのがいいと思います。そして他2人と異なり指揮が苦手でない点はかなり高評価です。これらの観点から様々な運用方法が可能なフェリクスを1位とし、指揮が苦手でなくフォートレスとしても運用可能なラファエルを2位、
ウォーマスターになってしまえば強力なんですが、そこまでが非常に厳しいカスパルを3位としました。最後に騎士団英雄の遺産です。カスパルの騎士団はメルセデスとの外伝で入手できるベルグリーズ戦団です。攻撃が大きく補正されますが、回避がマイナスなのが痛いです。命中補正もそこまで高くないですね。英雄の遺産ではないですが、サリエルの大釜が入手できます。高命中で必殺率が 30% と非常に強力な槍です。フェリクスの騎士団はフラルダリウス兵です。必殺補正が非常に優秀であり、攻撃と防御もなかなかと非常に優秀な騎士団です。英雄の遺産のアイギスの盾は防御性能が大きく向上しますが、非常に重くフェリクスの高い速さが失われてしまいます。素直に紋章持ちの壁役に持たせるのがいいと思いますが、同じ盾であるオハンの盾が非常に優秀なのも気になります。ラファエルの騎士団はイグナーツとの外伝で入手できるレスター傭兵団です。能力補正が素晴らしく、攻撃、命中、必殺とどれも高水準に補正されます。めちゃくちゃ強いです。物理職なら誰に配備させても強力であると思います。これらの観点からとにかく強力な騎士団であるラファエルを1位、必殺補正が優秀な騎士団であり英雄の遺産持ちのフェリクスを2位、能力補正が若干物足りないカスパルを3位としました。結果として1位が5ポイントのフェリクス、2位が3ポイントのラファエル、3位が2ポイントのカスパルとなりました。カスパル、ラファエルも弱くはないのですが、カスパルはフェリクス、ラファエルは DLC のバルニーがいるので、あまり強みが見出せないユニットでもあります。というわけで今回はここまで。次回に残りのユニットをすべて紹介したいと思います。続きが気になるって方、チャンネル登録をよろしくお願いします。良ければ高評価もぜひ。また他にも FE に関する動画を投稿しています。ぜひそちらも見てもらえると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。